の、すりむくと痛いよね。で、おなじみ、レオザゲームでーす。さあ始まりました。第2回レオザゲームのフィファ実況なんですけれども、こちらですね、皆さんからいろいろコメントいただきまして、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。まあね、面白いとかですね、うまいよとかいう風にですね、いろんな、心優しいコメントいろいろあったんですけど、そんな中でもですね、皆さんからいただいたアドバイスを今回活かしてですね、こう配信といいますか、動画アップさせていただこうと思いまして、こちらはそういう配信にしたいと思います。純一ダビッドソンさんの裏に走ってほしいときは、R1 をしたら役割や条件が出ると思うんで、それを使ってくださいっていうご意見ですとか、あとこちらのポンズさんの裏に抜けてほしいときは L1、このトリガーランですね、 R1 でこう呼び出せるよっていうところで、これなんかね反応が悪い感じがして僕使ってなかったんですけど、これ結構使える感じですね。佐藤さんのですね、佐藤太郎さんの、もっとカット入れてね、こういいプレイとかだけをこう抽出した方がこうテンポよく見れますよとか、あと顔出した方がいいっていう意見ですとか、まあいろいろありましたんで、それ全部ね、ここでちょっと一回試しやってみて、皆さんのご意見聞いてみて、そこからまたいろいろねこのチャンネル作っていこうと思います。というわけでですね、今日はですね、まずゲーム設定でこう時間を、このように10分にしました。これ10分にすることによってですね、まあ1試合が長いんで、それをねカットして皆さんにお送りできるかなっていうふうに思います。というわけで、どこしよっかな今回は。まあ僕好きなんでバイエルンミュンヘンにしてみましょうかね。それで相手はじゃあドルトムントかな、やっぱりバイエルンといえば。まあ相手とのねバイエルン、ドルトムントで行ってみたいと思います。でチーム管理でですね、これね最近のバイエルンだとサイドミュラーなんですけど、ここ6辺に僕変えたいなっていうふうに思います。でこれでね裏に抜けれるように、ここで役割設定、条件設定のところで、あそうだそうだ忘れてた。それでですね、このミュラーをねどうしても入れたいんで、僕的にはですね、最近の出来だとアロンソが良くないから、ビタルのところアロンソにして、ミラーをここに入れて、これでですね、で条件の方でミラーとかがガンガン前に出てって、こう、ツートップみたいになる時もあるみたいな。自由に動く、クロスに合わせてペナルティ、前に行くみたいな。そして、サポートランは、こう、裏に抜けるで、サイドに張るで、前線に張るで、これで6辺っぽくなるかなというふうに思いました。で、レバンドスキは裏に抜ける。リベリーも裏に抜ける。で、これで行ってみましょうかね。はい、じゃあこれで行ってみましょう。というわけで、第2回のFIFA実況スタートです。顔出しありだとね、この鼻の内壁が痒くなった時に書いてて、鼻くそをじってんじゃないかって思ったんですけど、ね、レーブじゃないんですからね。その辺ね、お気をつけください。気をつけるのは僕なんです。いいんじゃない?いいんじゃない?うまいんじゃない?さあ、はい、もうオプションボタン。はい。ちょっとね、ちょっとドリブル上手い風に見えましたね、今ので。さあ、行ってみましょう、フィファ実況。さあ、相手ゲッツがスタメンでいますね。フルスとの対決ということになります。さあ、ここから集中していくよ。さあ、おー、ソクラティス頑張りましたね。ちょっとアタックレベル上げましょう。さあ、もう外抜けてるから、このちょっと早めに上げてみようか、最初だから。ドン、あー、惜しい。いいですね。でもこういうふうにシンプルな攻め、すごく必要だと思います。チアゴもね、結構ヘディング、現実だと強いけど、このゲームだとどうなってるんでしょう。さあ、中を切りながら。おい!リベリーもう打っちゃうか。あーっと。さあ、この辺で。チアゴはワンツーで。お!ファウルだけど。さあ。さあ、これ一回ね、プレイ流しましたけど。ゲッツイン。L さん、あ、L さん、これか。R さん押してた。さあ、行きましょう、これ。さあ、入れれるかな?カーブをかけて、ギュイン。あ、間違えた。ドライブが落ちた。あるね。あるよね。いい感じにパス塞いでますね、パスコース。あ、やばいやばい。ロッペンとミラーがもつれ合ってる。なんか、二人で一緒にゴールしようねっていうマラソン大会の女子みたいになってます。さあ、行きましょう。おわー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 、おー、よく止めたな、おい。運が良かっただけパターンやったのかな、今の俺が。さあ、行きましょう。裏に抜けていく選手にボアテグちゃんとついていく。アワラバが右サイドまで来てますね、なぜか。うわぁ、ちょっと、ペナルティエリアじゃなくて、バイタルエリアを相手にやられまくってますね。本当に追い込んで追い込んで。なかなか高い位置取れないから、ハイプレスにしました。
ー、これが吉と出るか京都出るか。オーバーメアンが入ってくるのが早いな。おーでもいいですね今の。うわーそこじゃないのに。なぜだ、バルサが強かっただけか、それとも。あ、これでいいですね、サイドに。おおいいんじゃないですか、展開的に。そう、ドルトムントの基準が早かったですね。でもちゃんとトップの選手に入れさせないのが大事ですけど、大外狙ってきてよく見えてんなコンピューター。うわー今のいいタイミングで、おおファール取られなくてラッキーかな。今のは倒れ方的にファールだと思ったよ。さあ裏に抜けてるのはアシアゴ。さあもうちょっと早くね抜け出してくれると楽だったんだけどな。おお、うわー相手がスペースに出してくる、嫌なサッカーしますね。さあシュールレバーサスフンメルスか。さあフンメルスっぽい、フンメルスっぽいことしたよ。これこういうのね。あーフンメルスっぽいことできただけど通んなかったらフンメルスじゃない。さあここで奪い切れるか切れないか。だとしたら後ろ向かした時にここでオサイドトラップだ。一気に上げた、あれ取れてない。あよかった、今結構戦術的じゃないですか。かなり今のはかなり戦術的でしたよね。ちらっと見たらカメラの方がね充電なくなる間際でしたけど、さあ充電の方は持つのか果たしてというところで、さあロッペンが裏に走るか、裏に走っても出せる感じしないから一旦戻して作り直す。これ大外はどうなんだ。さあ怪我した、怪我はしてないけど。さあ、あ味方に、おっとばー、ボールを奪ったぞ、ついにボールを奪った。ボールだーボールだー、嬉しい、ボール奪っただけで嬉しい。おあー今大外でしたね。おファウルだ。さあアラバ得意の位置でのフリーキック、これねこの辺かな、全然だ全然だ、ごめんよ。間のスペースを使っていきたい。さあビダルが上がってきて、こうアラバも上がっていったぞ。さあここでセミスルーパスは出たー、いったか、いやービダル、なんか本物っぽかったな、アンカーの位置からあそこまで上がってくビダル、上がってくビダル興奮がもう抑えきれんわ。いやでも今のいい攻めでしたね。バイエルン変わりました。さあここね人数かけずに相手のテクニックでやられちゃいましたけれども、さあ大外までトッペンまで取ったか。さあここからちょこんと出して OK バイタルエリア。さあレバンドスキー、さあここでかく乱できないぞ。ああ惜しい、徐々にねいい攻めできるようになってきました。さあ左からのコーナーキックで、もう好きな攻め方だ。ダン、あー惜しい。そう、押せ押せバイルペースです。さあレバンドスキンもつれてますね、やたら。すごいもつれ合いだったなんか。いやー惜しかったな。1点ぐらい入っててもおかしくなかったんじゃないでしょうか。徐々にねいいペースになってきたんで、やっぱり的確な判断をいかにスピーディーにできるかどうか。ここね今ね実は L1 押してたんですよ、だけどなかなか行かなくてね。どういうところなんでしょうねこれ、 L1 押してね全然走ってくれないんですけど、ここのコントローラー設定がなんかおかしいんでしょうか。さあこのね上げれるときは上げるっていう、そうするとこういうことが起こるよ。でや切り替えた、うまく、あーおわ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 お、いや今ねラインを一気に上げてハイプレスからいい展開だったんですけど、最後のシュートを決める単純なレオくんの技術が、レオくんって自分のこと言っちゃったよ、ね、甥っ子と遊んでんじゃねえか。そしてピンチのチャンスの後にピンチありですよ、やらかしたなこれ。ロングキックみてえなのがショートパスで出した、わけわかんねえな。おなんだトリックプレイだ、おなんかたまたま通ってる感じがあるパスだな。ここで一気に縦で深くサイドにえぐれ、お相手もラインが高いですね。
こう前から、前から攻めてこう、前から。そう、前からだよ。前から行くとね、こういういいことがあるんですよ。うわ、そっちじゃないみたいな。ダーン。さあ、ここだ。そして、ここだ。多い。今のところ全部イメージ通りだ。そして、大外だ。あー、遅い。今のは俺のミスター。ごめんよ。今回のネイマール張りの奇跡があるのか。ないのか、果たして。さあ、ここでシュートフェイント。おー、シュートフェイント使ったけど。使いどころが多分悪かったでしょう。バイタルエリアでボールを持てる選手が欲しいですね。ここでしょ、キックフェイントは。うん、あんま違った気もするけど、まあいいや。うわあ、そこ裏に抜けたいな。おーっと、ここはもらいに来てほしかったっていうか、裏走ってたのね。まあ忠実か、俺がそう命令したんだから裏抜けろって。まだもっと裏狙いのパスを出していいってことか。さあさあ、6点奪った。さあ、ここからですよ。もう勝負仕掛けますよ、僕は。あ、ここで味方が裏に走ってくれれば。うわあ、ちょっと切り返しただけで一気に減速すんな、フィファは。あのままスピードのったドリブルをするには R2 の右スティック、 R3 か、それをマスターしなければいけないということでしょう。さあ、まだいける。さあ、こっちに出した。さあ、裏に走らせないとなると、こっちになるのか。そしたらここだろう。いけー、やったー、入ったー、気持ちいい今のはイメージ通りでした。いやー、なんとかなった、なんとか体裁保ったね。ただなー、全然トリガーランとこの呼び出す動きは使えてないですね。この辺からキミヒ入れたね、キミヒ。お、ここ大きくなった。入れましょう、キミヒ。ミラーに変えてキミヒかな。最近ね、この位置でもキミヒ得点取って結果出してますし。で、チアゴのところをどうするか、中にコマン使うの違うし、マルティネスを入れて、そうですね、高さをあれしつつ、こんな感じでいきましょうか。これで守備に強くなりましたね。こんな感じの采配いかがでしょうか。そうそう。おお、危ねえ。でも肉弾性は強いですね、さすがドイツのチームだけあって。さあ、大外のスルーパス、ロッペンがスピードで、おっとコースに入られた。さあ、ここで、さあ、縦に行かせないことが大事だけど、あー、ちょっと奪っちゃった。おお、無理が効くけど、あ、それでもオッケー、キープしてる。さあ、ボール奪えたって感じ。さあ、お外出していった。ロッペン、どっち行く、どっち行く。さあ、またいで、またいで、またいで。あー、抜いたと思ったら、でもファール。さっきミスった、この辺かな。あ、変なんだ、ちょっと。あー、もう、R1 押しながらのくせ。あー、もう最悪だ。今の最悪だ。もう切ろうかな。変なんなっちゃったよ。さあ、裏通しました。さあ、体勢をね、あれ通った瞬間にちゃんと体勢も整えてなきゃいけないから難しいけど、それがサッカー、それがサッカー。さあさあ、中入ってる。ああ、やばいやばい。オッケー、外出して、中にスルー出して、さあ、ラグビーのようにまるで繋いでいきます。さあ、裏に走ってるけど、そこには出せなかった。縦に1回入れましょう。おっと、ビューン、よっしゃ、奪った。お、急加速、ロッペンの、いいね、ロッペンっぽいドリブルだ。さあ、オッケー、ピケだー、もらったろー。よっしゃよっしゃ。もうソクラティス、ソクラティスっちゃったね。さあ、行きましょう。外すわけにはいかないぞ。ループ狙っちゃおうかな、ループ狙っちゃおうかな。おいシャレオツシャレなオツな。ゴールが決まりましたね。うわー、ちょっとリプレイ見たいね。
これは決められたら腹立つよ、これ。うわー、腹立つこれ。これコース読まれててもタイミングで決めれたかもね、もしかしたら。まあ、これはちょっとみんなにお届けできて嬉しいかもしれないでガンスよ。あ、ここでちゃんと寄っていけるかどうか。おー、ナイス。フンメルツ、クルス相手に容赦しませんと。あー、中切り返したかったのな。オッケー、でも相手が見せてくれた。レベル低いぞ。さあ、一応これね、難易度はプロでやってます。もうちょっと上手くなったら徐々に上げていきますけど、今のところはまだこれでいこうか。さあ、ここに入ってきてくれる人ね、この縦のスペース、ここがいない。今ね、みんな気づいたでしょ、あのセンターバックの間の空いたとこ、あそこにね入ってきてくれる AI 欲しいね。求めすぎかな。あ、レウスが来ましたよ。ロイスだけど。さあ、オッケー、今すごいな、アラバよく、うわ、やらかした俺。さあ、こっから攻め上がるで。さあ、ハビマルティネスが、さあ、ハビマルティネスが裏まで走るか、こいつ。さあ、そうなんですよね、レオザフットボール攻めはこっちなんですよ。いったろ。あー、やられた、決めきれなかった。あー、もっとチャンスを作んないと、みんなに届ける動画を。おもろいもんにできへんで。さあ、近隣住民から苦情が来ないことを祈りながら。おっと、取ったぞ、こっからだ、こっから。さあ、いろんな選択肢があるが、俺が選んだのは君だ。そして君じゃない。ああ、やられたか。あ、でもなんかオフサイドみたいなアピールしてるけど。さあ、なんとかなった、なんとかなったぞ。一回外に出そう、外に出して中でキュッの中で、そうです。そして、おー、外だ、ここで、いけー、戦術は6ペンだ。オッケー、いった。で、裏だ。オッケー、いったか。もう一人走ってこい。ドーン。決めよう。嬉しい。嬉しいよ。いやー、やっぱどうしてもね、ワントップの戦術って次の人が入ってくんないとね。いやー、でも羨ましい。羨ましいって誰がだよ。いやー、ロスタイム3分。いろいろ運の良さもありましたけど、ここまでいい感じに来てますよ。さあ、ここで試合終了でした。というわけで、皆さんからね言われたとこいろいろ改善しながら今回やってみました。やっぱりね、裏抜けするようになる、設定しますと前よりもねイライラがないですね。カスタム戦術とかもねできるようになっていったら面白いのかなというふうに思います。というわけで、皆さん、これをね踏まえてまたどういうふうにしてほしいかとか、コメントいただけたら、いい感じになると思います。皆さんでレオザゲームの、ことを育てていってください。というわけで、明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ。